ゆりこたえがです。皆さんこんにちは。お久しぶり。寂しかったか？私寂しかったよ。なんで、YouTube があんまりアップしなかったのは、実はちゃんと理由があって、実はオリンピックで忙しかったです。そうザザーン！今日はわざと T シャツも着たんですけど、オリンピックのイタリアチームのために働きました。だからこの3週間ぐらいはすごく忙しくてあんまりアップができませんでした。ごめんなさい。でも今からまたやりますので、はい。で、今日はオリンピックの、ことに関しての話をしたいと思います。イタリアチームっていうのは、要はオリンピックの期間中のイタリアのオフィシャルPR チームっていうことですね。そうです。そうです。だから公式の Twitter とか Instagram とか、あとサイトとかもあるなんですけど、そちらの中で、そのオリンピックのゲーム以外の PR でした。まあ簡単に言うと日本のアイコン日本を紹介するのインフルエンサーとして、選ばれました。なるほど。じゃあ、イタリアのオリンピックの SNS で、日本の紹介をする仕事をしていたってことなんですけど、そうやって、取材してる時以外とかはどこで仕事してたんですか？カーザイタリアの中でしたんですよね。カーザイタリアは日本語だと日本オスピタリティハウスですよね。品川のグランプリスホテルがあるんじゃないですか。そちらの中の大きなパーツのホテルは本当すっごいお金持ちのイタリア人の家風に作られたんですよね。で、それの中にレストランもあったり、その選手たちが例えばライブ配信したりの場所とか、選手たちとそこに働いてる人と日本とかメディアとかの集まるの場所でした。じゃあそのカーサイタリアの方で、はい、じゃあオリンピック選手たちと交流したりしてたってことです？そうです。こちらです。みんな超イタリア人っぽいですよね。これはカヌーの選手たちのメダルを取ってたの人たちでした。銀メダルを取ってたの方、このスーパーマリオに似てるの方だったんですけど、触ったらものすごく重かったです。すごく重かったですね。実は私たちだけじゃなくて、昔の、金メダルを取ってたの選手たちも来てたんですよ、今回は。ロンドンでブロンズメダリストの、マータ・パグニーニさんと一緒に実は撮影一緒にしました。わー！で、彼女はジンナスティックのメダリストなんですけど、なんでジンナスティックになりましたかって聞いてみた時に、実はセーラームーンが大好きで、セーラームーンを見てこういう同じ動きをしたかったみたいんですよね。で、そしたらセーラームーンのコスプレをあげたんですよ、私の。こちらと私、初音ミクで、マルタさんセーラームーン、サラさんは草薙素子のコスプレを一緒にやりました。だからイタリア人にも、スポーツとコスプレを合わせて撮影もやりました。東京オリンピックに出てる選手で印象的だった選手っていますか？います。ちょうど私の同じ実家、ジェノア出身のビビアーナ・ボッタロという選手は空手の選手だったんですよね、はい。多分日本にも話題になったなんですけど、ものすごくちっちゃくて可愛い女の子なのにものすごい強そうでしたんですよね。で、このビビアナさんと一緒に写真を撮って、ちょっと一緒に話したりとか時間もあったんですけど、なんか憧れる存在で、私も空手をやってみたいなってちょっと気持ちになりましたんですよね。イタリアの空手で今回金メダル取られた選手もいたけど、イタリアで空手ってそんな盛んなんですか？いやでも私は残念ですけど、ちっちゃい時に空手、私の実家に空手がなかったんですけど、本当はやってみたかったんですよね。でも人気は人気んですよ。特に日本好きな人は空手やってる人が多い気がしました。じゃあ結構空手のスタジオはたくさんあるんですね。そうですよね。道場が、はい、ローマとかミラノに絶対いっぱいあります。あ、そうなんですね。そうです。あと他の選手たちはね、意外とアニメと漫画好きな人はすっごく多かったです。サイクリングの、人たちとか話題になりました。そうです。メニューファイティングポーズで、そうです、日本のニュースになりましたね。そうですよね。そう、あれを見てなんかちょっと感動しましたんですよね。ゲーム好きな方はやっぱりそのゲームとかアニメの記憶、セレモニーの時に流れたんじゃないですか。そうですね、今回話題になりましたね。そう、ソニックとかも面白かったわ。その選手たちの中でオタクだっていなかった人は流れた時にみんなバレだった実はこれすぐオタクなんだねってな感じになってたんですよね。あの時は急になんかみんななんかうわーってで、他の選手の喋りながら、あ、そうね、オリンピックのセレモニーだから熱いよね、お前わかんない今の曲はあれ流れててんですよ、何の話してるんですかこいつってな感じのお笑いはちょっとなってたんですよ。じゃあそのゲームオタクの選手とそうじゃない人がババンで出てきたんですよね。結構いろんな人、特にイタリア人はなかなかアニメが大好きって言えないんですよの。まだイタリアの文化は全然違うから。でもほとんどオタクとかそういうアニメとか漫画の文化が好きな人が今回すごく多くて、でそのカヌーこれね、うわっしゃの選手たちと実はちょっと喋る時間も多かったんですけど、彼らたちはね結構アニメのことがすごく好きで、ワンピースとかドラゴンボールとか、まあ、ちょっと昔のアニメなんですけど、なんかコスプレしたいんですけど何のキャラクターに合いますかとかはすごい質問されて、でイタリアに戻ったら一緒にコスプレやろうよとか。いつか日本でコスプレしてみたいとか、でその意外とオタクトークが多かったです今回。今回オリンピックの仕事をさせていただいてすごく楽しかったです。なんかイタリア、私の国にも日本を紹介することはすごく大事なこともだったし、でイタリア人と一緒に仕事するのはなんか久しぶりのなんかちょっと実家の味っていうか、あ、イタリアみんなこうなんだって、ちょっとだけ日本と違ってイタリアの人たちとすぐ仲良しですよね。なんだろう、イタリア人だからではなくて本当誰でもと仲良しだった。イタリア人とかバールに働いてた人たちの日本人の中にもものすごくみんなキャッ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 って、まあ、ちょっとうるさいぐらいみんなフレンドリーの方が多かったです。しかしこの3週間ぐらいイタリア人と一緒に働く、話すと食べると意外と太ったし、日本語を忘れたし大変なことになりましたはい、ということで皆さん何かコメントとかあればぜひお待ちしてます。よかったらここに書いてください。またはまたもっとイタリアにも日本を紹介できたら、ポップカルチャーとかも紹介できたらいいなと思って、これからも頑張りたいと思います。ありがとうございました。チャオ。Ci vediamo。